はい、皆さん、YouTube の皆さん、こんにちは。今回は、テトリス DS の最速クリア方法を皆さんに教えてあげます。では、早速クリス、テトリスをね、起動していきましょう。さあ、テトリス、僕の大好きなゲームですね。今回はその最速クリア方法を皆さんにお教えいたします。テトリスの画面がありました。任天堂さん、いつもありがとうございます。それでは、テトリス、初めのここで、ワンプレイゲームですね、まず最初。そして、スタンダードのマラソンを、やりましょう。で、OK をします。早速、皆さんに最速方法を、マコードをね、以上です。ありがとうございました。今回はテトリスの最速方法、ありがとうございました。ありがとうございました。テトリスを始めたいと思います。このゲームはね、最速方法のクリア方法が絶対ありますので、この方法で皆さんに紹介したいと思います。それでは早速テトリスで遊んでいきましょう。起動いたしました。さあ行きましょう。テトリス始めましょう。ワンプレイゲームを始めましょう。そしてスタンダードにしましょうね。そして、マラソンを、しましょう。そして、OK をしましょう。さあ、最速クリアいきます。さあ行きましょう。この方法です。うおー最後にして、最速クリアです。ありがとうございました。ありがとうございました。